吉田さん、なんかね、釣りの話題がちょっと出てたじゃないですか。それでね、あ、この釣りってネタ使えるなと思いまして、ちょっとお話しさせていただきます。私個人は釣りをほとんどしたことがありません。まあ本当にないと言ってもいいぐらいですね。1回300円ぐらいの竿を買ってやったかなってところなんだけども、釣りってこう糸を垂れて魚がかかるまで待たないといけないでしょ。でしかも自分好みの魚がかかるかどうかわからないじゃないですか。もちろん沖釣りに行って船に乗って専用のね、なんかこう竿みたいなんでやるみたいな大掛かりなことすれば可能性は強くなるのかもしれませんけども、気軽にその辺の川とかね、海っぺりで適当な竿をポンと吊るして、じゃあワクワクするような釣りが楽しめるかって言ったらどうもなと思うんですよね。で、釣りを糸を垂らして待つ間、どこまで待てば釣れるか分かんないじゃないですか。でね、これに例えてなんですけど、ネットビジネスなんですよ。釣りにすごくね、例えられるなと思うんですけども、ネットビジネスが要するに釣りをしてこうやって糸を垂れて待つ間っていうのは、ネットビジネスでフリーコンテンツを作るかどうかってことなのかもしれません。そう考えてみたら、釣り糸を垂らさない私はフリーコンテンツを作ってない状態とすごくね、似てるんじゃないかなと思うんですよ。で、フリーコンテンツをいっぱい作っていても、要するに釣り糸を垂らしてもいつ釣れるかわかんないんですよね。で、しかも中には情報商材っていうのは、夜間とかね、長靴とかコッパみたいな求めてないようなものが釣れる場合もあるんですよ。いわゆる自分の求めてない反応ですよね。なんかアンチコメントが来たり批判が来たりみたいなこともあると思うんですよ、情報発信してればね。すごい似てるなと。でもこう大きなタイがボーンと釣れたりとかね、チヌが釣れたりとか、おーやったーみたいな時もあるんですよね。だからそういうふうな結果が出るまでやり続けることって考えると、釣りっていうのとネットビジネス、情報発信っていうのはすごく似てるなと思うんですよね。まあ、ですのでちょっとまとめると、タイが釣れない、チヌが釣れない、ハマチが釣れないって言ってる人がどのぐらいね、糸を垂らしてるかってことなんですよ。要するにネットビジネスで情報発信どれぐらいしてるかってことなんですよ。で、たまにカスが釣れてもね、変なのが釣れても諦めずにまたちょっとね、岸を変えるとか、歌詞を変えるとか、なんか釣り竿を変えるかなんかやって、工夫して努力してやっているかってことになぞらえるんじゃないかなと思うんですよね。うん、釣りに例えるって結構良くないですか。うん、で、今回はこんな感じです。ありがとうございました。